陸戦型ガンダムの製作には傑作機ガンダムの余剰パーツを多く利用していることで知られる。その意味においてジムよりガンダムの血脈をより強く受け継いだ機体であったと言えよう。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は機動戦士ガンダムターゲットインサイト連邦軍編の続きやっていきましょう。前回クリアした後だからボロボロですね。とりあえず休息取らせましょう。ジオン軍の動向に注意せよ。ジオン地上軍の勢力は衰えつつあるが、この困難な状況下にあっても我が軍への徹底抗戦を貫いている。現在も各地で散発的なゲリラ戦が続いており、その対応に苦慮している。各方面軍はジオン軍の残存部隊を牽制しつつ、その排除に力を注いでほしい。さあ、それではちょっと日数進めまして、本日最初のミッションやっていきましょう。ビッグトレイの護衛ミッション。物資集積所付近でビッグトレイがジオン軍の襲撃を受けている。至急護衛に向かいということで、こちらからやっていきましょう。ガンキャノンはね、一旦ちょっと武装強化のために送ったので、まずは1戦目は陸戦型ガンダムでいきたいと思います。あとお知らせしておきたいのは、前回の動画で私海軍基地防衛っていうミッションやったんですけど、もう1個同じ日の期限でホバートラックの護衛ミッションってのがあったんですけど、そちらがちょっとできなかったんでね、申し訳ありません。ちょっと初見だったんでね、その辺うまくなんか計画立ててやらないと多分間に合わないような状態になってました。ジオン軍編の時はもうちょっとうまくやりたいですね。はい、というわけでとりあえずこのミッションからいきたいと思います。それではスタート。We've received a distress signal from a big trade land warship operating in Arabia. The big trade was ambushed by the enemy in the desert, and its escort completely wiped out. The big trade is heading for the next supply depot, but the next enemy attack could come at any time. Depart immediately for the depot and rescue the big trade. Big trade arriving at the operation area. Commence escort operations.はい、行くぜ。護衛しなきゃいけないってことで、ちょっと前の方に行ってないとね。どこら辺にいるかだな。敵がいるな。この奥ぐらいだ。いた。ロケランの餌食にしてやりたいとこだが、弾数が少ないからね、あんまり無茶はできない。動きを止めた時に行きたい。OK。動きが止まった。これはチャンス。どうだ?オッケー、倒した。さあ、この辺はバルカンで対応。だから倒れてないな。意外としぶといんだよな、こいつらも。いや、またおかわりが来てる。まずい、止めるぜ。まずい、撃たれてる、撃たれてる。くそ、やらせるかよ。手早く落とす。あ、くそ、避けやがった。あ、避けたんでね、これ吹っ飛んだだけか。あ、細かいのもどんどん来るな。おいおいおい、まだ来んの。おい、弾あと2発しかねえんだけど。嘘だろ。そうだ、こっからは格闘でなんとかしろって。この野郎、これでどうだ。落ちてくれよ。しぶといなあこいつら。嘘だろ。とりあえずメイン武装とか破壊しときゃ多分なんとかなるだろう。いや、めっちゃタフなんだけど、こいつ何回蹴られても倒れねえ。もうこの状態で戦うって、お前マジか。どんだけ強力なんだよこのドムキャノン。倒れないんだけど、タフすぎ。ドムが頑丈すぎだわ。あれ、こっちはあっさり倒れた。さっきのダメージを負わせてた方かな。よし、とりあえずモビルスーツは周りにはいないか。そうだ、どこにいる。あー、攻撃ヘリね。もう落ちてるかな。あ、まだいる。で終わるだろう、さすがに。We've broken through the encirclement. Our
vessel is safe. You may disengage. Thanks to you, we've made it through alive. From all our crew, we thank you. The mission was a success. Exit the battle zone.はい、というわけで1つ目クリアでございます。いや、ドムキャノン硬すぎやろ。何回切ってると思ってんだっていうくらい硬かった。前期撃破だったりしたらやばかったかな。まあやっぱでも A だよな。いや、今のミッション S 取んの絶対大変だろうな。なんか出てきたね。アフリカ掃討作戦に関する連絡。ジオン地上軍は壊滅状態にある。だがアフリカ及び北米の一部地域では現在も残存部隊の抵抗が続いている。特にアフリカ大陸にはオデッサから撤退した東欧戦線の精鋭が健在であり、野放しにすることはできない。考古の憂いを断つためアフリカにおいて掃討作戦を展開する。各方面軍に対し本作戦への協力を要請する。さあ、それでは本日2つ目のミッションいきましょう。前線刺繍戦線構築ミッション。鉱山基地北部の峡谷に戦線を構築し、援軍が到着するまで戦線を防衛せよ。それではやっていきましょう。Enemy activity is on the rise in the canyon to the north of the mining base. It's imperative that we establish a defensive line in the canyon if we hope to suppress enemy movement. The canyon is in close proximity to the mining base.So a large number of reinforcements could be sent in at any time. Use the confined space of the canyon to your advantage and put a halt to the enemy advance. あんたかい？ガンダムを操縦していた無茶なやつは。俺、開始点。ガンキャノンのパイロットやってる。俺は。ガンキャノン。形式番号 RX77。地球連邦軍初のモビルスーツ開発計画 V 作戦において設計された中距離支援型モビルスーツです。機動性は劣りますが重装甲を誇り、シールドを必要としません。さあ、それでは編成はこんな感じでいきます。初めてのガンキャノンいきましょう。 We've arrived at the operation area. Hold back the enemy to secure the lineDon't let even a single one through. さあ、行くぜ。ガンキャノンは強いかな、果たして。ライフル強。ここでこんなのに相手に使っちゃダメだな。もっとモビルスーツで使わなくちゃ。とりあえず防衛すればいいんだよな。よし、こっちは片付けた。あとは、おお、ドームが早いな。うおい、なんだその動き。中身はあれか、3年生かなんかなのか。じゃあこいつもう腕が壊れてる。よーし、終わりだな。じゃあ一旦補給だな。ビームライフルがすぐ切れちゃうね。敵は来てないのか。おっと、そう言ってたら来たわ。あらー、やだねー、いろいろ来てんじゃん。よし、お前から相手してやろう。強い。ドムがこんなにあっさり倒せちゃうんだからね、相当強力だな。着地を狙おう。 OK、 弾数をしっかり使って一気に倒す。ガードしてやがる。どうした？お、割と早いな。あとは細かいやつか。余裕だね。あ、さすがに当たんないか。よーし、悲鳴が響き渡るぜ。よし、行こう。おお、また来たな。さあ、こっちの一人には迎撃に入ってくれてるから大丈夫。こっちで会えるね。よし、武器が吹き飛んだ。すごいな、ビームライフルとのダブルでバルカンとぶっ放したらあっという間に落とせるわ。危ない危ない、撃たれそうになってるぞあいつ。さあ、これで終わりかな。
ダウンしたからキャノンもお見舞い。オッケー、もう片付いた。あとはあいつらだけか。遠距離からビーム、あら倒せなかった。ならバルカンだ。よし、この繰り返しで OK だな。よし、補給完了、行くぜ。早速落とす。まだ倒れてないな。あいつガードしてやんがる。これはさすがに効いたろ。よし、OK。あとは、おお、航空部隊か。こんなのはすぐ倒せる。よーし、これで終わってくれたら楽。All enemies confirmed destroyed. We've prevented the Zeons from breaking through. Mission complete. The line is going to hold. いやー、やっぱガンキャノンめちゃめちゃいいっすね。完璧じゃないこれ。これは S でしょ。完璧だぞこれ。成績が強すぎか、ガンキャノン。アフリカ掃討作戦の戦況報告。我が軍の揚陸部隊がアフリカ大陸東岸部への上陸を完了した。すでに多くの同胞がアフリカ大陸で戦闘を開始しており、アフリカ掃討作戦は順調に推移している。現在の戦況は我が軍が優位を保っているが、退路を断たれたジオン軍は決死の覚悟で交戦してくるだろう。戦いは最終局面を迎えている。各員の健闘を祈る。なんかいよいよラストっぽい感じがしてきたけど、まあでもまだ続くよね。あ、でも地上戦だからもうちょっと早く決着ついてんのか、日付的には。戦いの主導権はジオンから連邦に移りつつあった。この苦しい戦局を一気に覆すべく、ジオン地上軍は最後の賭けに出る。かなりの大部隊だな。とは言ってもジャブロ全部を攻撃するには少なすぎる。狙いは宇宙船ドッグのある A ドッグのみ。さあ、日付進めたらまた情報が来たな。ジャブロ基地より通達。昨日ジャブロー基地に対してジオン軍による大規模な攻撃が行われた。我が軍が受けた被害は小さくはないが、基地内の連邦軍本部に被害はなく、その機能は失われてはいない。なお今回の攻撃に失敗したことでジオン軍は戦力を大幅に低下させており、第二次攻撃の恐れはないだろう。はい、というわけでいきなりイベントとして多分オデッサ作戦終わったっていう報告だけ来ましたね。戦線が違うから。モビルスーツジムストライカーの補充可能。あー、バトペ2でもあった機体だね。俺全然使ったことないんだけどね、あれ。で、あとジムスナイパー2か。いやでもな、やっぱガンダムがね多分出ると思うんだよな。一周目で乗れないのかな。ちょっとギリギリまで粘ってポイント貯めたいと思います。なんか5万ぐらいかかるってのをコメントでもらってるんで、やっぱある程度貯めとかないとね。ジムストライカーがこれで、スナイパーがこれね。うん、高いなやっぱり。さあ、それでは12月入ったらいきなりなんか BGM が暗い感じになりましたね。とりあえずやっていきましょう。いよいよ終局へ向かってるということかな。場所はどこだ。ここでいいのかな。強行突破作戦、これだな。援軍と協力して敵部隊を殲滅せよ。あ、これ攻撃ミッションとなると弾数あった方がいいんだろうけど、まあでもガンキャノンあるし、ガンキャノンで押し切りたいな。よし、行こう。 We are about to launch an assault on the Zeon mining base. The first stage of the assault will be to take control of the enemy lines south of the canyon. The canyon will be the main supply route for our attack forces. So securing this area is critical to our plan.Enemy forces will be ready for it. This won't be an easy fight. Work together with our allies to crush the enemy. さあ、それでは本日最終ミッションはこの編成でいきたいと思います。まあ最大戦力ですね。ガンキャノン量産型。これで勝てないならもうどうしようもない。陸戦型ガンダム連れていこう。Battle preparations complete.
Commencing an all-out assault on the Zeon line south of the canyon. さあ、行くぜ。おお、いきなりいるな。The Zeons have prepared an elite assault force. 当たるかな？ Even at your best, you don't stand a chance alone. Team up with other allied forces for the assault.攻めてくるね。よし、ここは早めに落とす。あなた倒れてない。ダメだ。よし、どうだ。倒した。オッケー。モビルスーツだけは先にとっとと倒す。まだなんか来る？俺は攻撃ヘリがなんかいるな。あ、いた。あ、これはやりづらい。この距離からじゃなんか撃ち落とせないな。ちょまずいわこれ。弾がない。一旦回復だ。めっちゃ攻めてくるじゃん。マップがすごいことになってる。急げ急げ。一旦回復よ。なんか撃たれてるけどとりあえず回復。はい、戦闘始まらん。頼むからあと7秒。頼むから攻撃してくんなよ俺を。モビルスーツもなんか見えてるっぽいな。容器が戦ってるなあれや。あーくそ、やっと撃っていきやがった。早く動きを止めろ。よし OK。 あとは攻撃ヘリを落とせばちょっと楽になるかな。あ、まだいるわ。モビルスーツが横に行き倒した。オッケー。この距離から当てられるのかな。うまく当たってくれないかな、このぐらいから。いや、ちょっと無理だな。スナイプにこだわらんほうがいい。普通にライフル当ててバルカン巻いてきゃ倒せる。オッケー。あと一機かな。あんまり撃たれないようにしないとね。先手必勝。どうだ。 To all units. All enemies destroyed and no sign of backup. The canyon is secured. We've won. いやー、ほんとガンキャノンにあとサーベルさえ持たせてくれたら言うことないぐらいの性能してるわ。はい、まあ、今回 A でしたね。さあ、新たなミッションがまたどんどん増えてってるな。ああ、中佐まで来れてるね。はい、というわけで、まあガンダムに乗ることは果たしてできるのかどうか。階級が確か大佐で、ポイント5万以上ないとダメとかっていうのを聞いてますんで、ちょっともうちょいってとこまでは来てると思うんだけどね。もしかしたらここまでの S ランどれだけ取れてるかとかで決まるのかな。ちょっと怖いね、ここからが。さあ、それでは3つ目のミッションも終わったんで本日はここまで。また近いうちにお会いしましょう。失礼します。